田自動車製品企画本部の小葉と申します。私はこの CHR レーシング、この車の開発責任者をやっております。今回この CHR レーシングを今年のニル24時間耐久レースに出場させることになりました。実はこの車まだ市販モデルっていうのはご紹介できておりません。この市販モデルにつきましては3月のジュネーブモーターショーでご紹介することになっておりますので、今回ここでお見せしているモデルは先日の東京モーターショー、これでお見せしたモデルになります。で、その詳細の部分につきましては後々皆さんにお知らせすることになると思います。で、今回、この CHR コンセプトっていう車そのものなんですが、これにつきましてはヨーロッパで通用する運動性能、これを目指して開発してきました。そのためにヨーロッパをずっといっぱい走り込んで開発してきてるんですが、その中でもこの3年間毎年毎年ニュルブルクリンク、ここでも評価をしてきました。なぜニュルブルクリンクで走るかっていうのは、あの過酷なコースで安心して走れる、そういう車を作りたいというところでやってきています。最初の1年目はやはり車がフラフラしたりとかしてなかなか難しいなとか、そういう思いがありましたが、2年目3年目になってヨーロッパの車なんかにも負けない車作りがだんだんできてきてるかなという形で思っております。その辺の性能を皆さんにも早くお見せしたいとは思ってるんですが、今回この今年のニル24時間耐久レース、これに出すことになりましたが、レースというのは非常に周りの車がいる中で走ると、自分一人で走ってるだけじゃなくって周りの車がいる中で走るということは、より車を信頼して安心して走れるということができないとダメだと思うんですね。で、今回そういう過酷な環境の中でこの CHR レーシング、これを走らせることでもっとポテンシャルを上げていきたいと、そういう形で挑みたいと思います。どのような結果とかですね、そういう目標ではなく、やはりこの車がもっと安心して走れる、そういう車作りを目指して今回の挑戦をしたいと思っております。ということで、ぜひ皆さんニュルの24時間レース CHR レーシングの応援をよろしくお願いします。